こんにちは、アトピークラブレノアです。今日は自宅でのアトピー改善におすすめの、血行促進と抗酸化のできる水素風呂をご紹介します。水素って最近こう流行っていると思うんですけれども、水素はたくさんの大学がこう健康や病気に対して研究を行っているぐらい、注目されているものになります。それを自宅で簡単にアトピー改善に取り入れようというのが水素風呂です。アトピーさんは血行不良があります。私自身もアトピーが辛かった時は、夏場でも真夏の炎天下の車内の中、車の中でも、寒いって言っていたぐらい、とっても体が冷えていました。で、実際にレノア店舗に通われている方で、基礎体温を測っていただいているんですけれども、皆さん低い方が多いですし、体温計で例えば足の指に挟んで測るんですけれども、本来なら全身同じ体温でいなければいけないんですが、足の末端を測るととても低すぎてエラーになってしまうという方が、いらっしゃいます。で、皆さんそのくらい、血行不良っていうのがあります。アトピーさんは酸化というのもあります。酸化とはですね、リンゴを半分に切ります。そうすると表面がどんどん空気に触れている部分が、茶色く腐敗していきます。それが酸化です。人間の赤ちゃんは酸化なしで生まれてくるんですが、年齢を重ねてくるとともに、こうシミとかシワとか白髪とかっていう酸化ですねをしてきて、どんどん年老いていくという風になっています。で、アトピーさんはその酸化がとっても多いっていう状態です。しかも、体内が酸化していると血行不良にもなってしまいます。赤血球同士がその酸化の影響でくっついて、血液がドロドロになってしまうっていうデータがあったりします。ですので、水素風呂に入っていただくと血行促進プラス抗酸化っていうのができる、優れものです。その水素風呂がこの、リターライフになります。数々の水素風呂、世の中に出回っているので試してみたんですが、途中で水素の出が悪くなってしまうものだったり、水素濃度の弱いものがありました。で、いろいろ試した結果、この水素風呂が一番いいということで、この水素風呂をおすすめしています。では使い方をご紹介していきます。使い方はとっても簡単です。脱衣所に本体を置いてください。そして後ろにあるスイッチを入れていただくと電源が入ります。リタライフの世界へ。入浴時間に合わせて、タイマーをセットしてください。最初は30分になっています。そしてスタートすると水素生成を開始します。電極が水面から出ないようにご注意ください。こんなアナウンスが入るんですが、その時にこの電極を入れていただくと水素生成が開始されます。水素濃度がより高めていただいた方が効果的になりますので、水素濃度をより高めたい方は、入浴の1時間前にこれを1時間でセットして事前に生成しておいてください。水素生成を開始します。事前に1時間水素生成していただいた後に、またスタートしてから、生成しながらご入浴ください。追い炊き機能がないご家庭は、厚めにお湯を張っておいていただいて、1時間生成して入るときにはちょうどいい温度になるように調節して、お使いください。我が家では家族全員この水素風呂を気に入っていて、次の人のために毎回水素生成をするっていうのがもう習慣になっています。なぜこんなに家族が気に入っているかというとですね、入浴後の体の温まりがすごく長持ちします。私なんかは入浴後、すぐにどんどん体が冷めてきて、もう寝る頃には体が冷えているっていう状態だったんですが、このリタライフを使うと、入浴後ずっと体が温かくって、寝る時にも体ポカポカの状態で寝ることができました。
こんなにポカポカが長続きするのは、酸化してしまってくっついた赤血球同士が水素の力でバラバラになって血行が促進されるからなんです。で実際に、冷え性だったうちの母もすごく気に入っています。でさらに、お肌がスベスベになる感じがします。アトピーさんが使うと赤みの炎症だったり傷の、修復が早いような感じがするっていうお声をよくいただきます。であとはリンパ液がこう垂れるのが、止まりも早くなるっていう声をいただいてます。で、健康な方がね、この水素風呂に入るとすごく美容にもよくってお肌がこうスベスベになるっていうのもうちの母はすごく実感していて気に入っています。かかとのガサガサなんかも、毎年冬はひび割れていたんですが、それもこのリタライフに入るようになってからは一切なくなりました。水素が直接お肌から入ってきてお肌に直接アプローチできるので、私はこの水素風呂がすごくいいなっていうふうに実感をしています。いつもの入浴時間がアトピー改善へのアプローチする時間に変わることができます。で比較的安価にもできますし、ご家族皆さんの健康にもお役立ていただけるのでとてもいいんじゃないかなと思います。詳細はアトピークラブレノアのオンラインショップをご覧ください。そこにご登録方法も載ってます。